回のです今回ですけども今回の動画は結構前にコメントでね BU と Beautiful People っていうブランドがコラボするんですけど BU とさん何買えますかみたいなコメントが来ててでね僕そのコラボぶっちゃけするっていうのをそのコメント見るまで知らなくてでそのコメント来て僕もねいろいろ調べたんですけどまあぶっちゃけオンラインでちょっと見てオンラインでちょっと分かんないところもあるんで僕はねそもそも GU も全然買わないし Beautiful People もブランドはしてたんですけど買ったこともないんで僕としてはどっちとも全然買わないブランドのコラボなんですけど、まあ、そういうコメントがね来てたんでじゃあまあ別に家の近くにね店舗もあるしじゃあちょっと見に行こうじゃないかということで実物を見ていいのがあったら買っていいのがなかったら買わないでみたいな感じで今日はねそういう一日を送りたいなって思います。本当にこのコラボマジで知らなくてチェックもしようとしなくて別に全然買うブランドじゃないから本当にマジで買うか分かんないです。今回は本当にマジでだからまあいいものがあったら買ってくるかもしれないし伝えるだけっていうのもできるんで、でまあもし本当に買わなくていいみたいな僕として全然いらないなとか全然これは買う意味ないというかさ本音で今回ちょっとね皆様にお伝えしていこうかなと思います。まあ、いつもね僕本音なんですけどいろんな YouTuber をコンタクトして、まあ、レビューとかさ話したりすると思うんだけど僕はね全然ねいつも通りね忖度なしでそのアイテムがねいいとか悪いとか、まあ、これは買うべき買わないべきとかちょっとね実物見てきてお話ししようかなと思うんですけどこれね11月4日の土曜日に撮影してて当日撮影当日編集なんですけど昨日ね発売されたらしいんですね。だから在庫もね多分ぶっちゃけまだ残ってると思うんでちょっとね今からどうぞ僕の家の近くのね自由に行って実物見ていく一日というかそういう感じでやっていこうと思います。じゃあ今から行きたいと思います。はい、ということでね、エビナの空間ですけど、まあ一番ね、エビナが近いんで、まあちょっとね、どんな方でしょうか、みんな気になるでしょう。気になっちゃうよね。だからまあ、来てあげますよ。まあちょっとね、いつもね、カメラを置く場所に迷ってるんで、まあそれをね、まあ探しながら、じゃあちょっとカメラ回ろうかなと思ってますんですけど、同じ風景だと嫌だもんね、どうでしょうか、すぐ変えた方がいいでしょう。まあ今日はね、明るいんで、十分な時間があるということで。ゆっくり探してみましょう。で今回のアイテムはね先ほども言った通りオンラインでちょっと見ただけなのでコメント来てね別にそんなしっかり見てないんですけどたまにはねこういう、まあ、僕が普段買わないブランドにも手を出したり僕はね普段さ段が張るようなアイテムを買ってるじゃないですか。だからたまにはそういう安い洋服というか安めの洋服もね買ってみてもいいと思うんだけどまあ欲しくなかったら買わないんで僕は。でもねちょっとねちょろっとそのオンラインで見た時僕の好きなチェック柄とかさトラックジャケットのセットアップとかめちゃくちゃ良さそうなアイテムもあったりもした気もするんだよ、ね、そうだからまあちょっとね実物見なきゃやっぱり悲しいなって、まあ、僕は別にね実物見ないで買う時もやっぱりあるじゃないですか。それっていうのは僕の好きなブランドだったりなんていうのそこに信用があるからこそ買ってるんだけど今回はマジで僕が買わないブランドなので信用がないんだったらしっかり見てやっぱり買うなら買うでやった方がいいなと思ったやっぱりそこのねブランドへの信用というかそこはやっぱり必要だと思うので近くに公園があるんでそこら辺でやろうかな。いやー気持ちいいですね。ちょっとねじゃあちょっとねカメラ置ける場所探します。はい、とりあえずじゃあちょっとね置ける場所あったんで見せます。はい、とりあえずねこんな感じのコーデなんですけど今日はねデニムジャケットをね着てまあ僕の好きなラインパンツに合わせました。僕ねこういう姿好きなんでね結構ねパンツ主体で考えることが多いですね最近は。こういうトラックパンツとかスポーティー系のパンツ僕好きなんでパンツ主体で考えることが多いっすね。まあね今日はこういうコーデでしたということでいやーめっちゃいい気温ということでね僕ね今日ねその僕さどっちもさあんまり知らないブランドというかさ買ったことがないブランドじゃん。俺さ一個思ったんだけどまあ知らないっていう話から全世界の全人口を集めても例えば一人一人さ知ってるさ情報とかさ知識ってさ人それぞれ違うじゃないですか。それでも全人口集めてその全員で知識とかそういう情報とかを共有したとしても誰も知らない知識とか情報とかって何かあるんじゃないかなってちょっと思ったりしたんですよね今。めちゃくちゃ変な考えでしょ。そういうこと思ったんですよね。全全人口を集めても誰も知らない情報ってあるんじゃないかっていう。例えば100人ね集めて99人知らなくてもその1人が知ってたら共有できるじゃないですか。でもその100人の中でも全員知らないみたいなパターンがありえるんじゃないかみたいなそれが全人口規模でもありえるんじゃないかみたいなことをちょっと思ってめっちゃ変なことを思いました。でもちょっとなんかおもろくねそう思ったんですよね。まあそうやってね思ってる間にララポートついたんでじゃあちょっと店内入ってきます。はい、ってことでね今店内の中入ったんで結構ね人もいるんで自由の中ではね撮影できないと思うんで今からちょっとアイテム見てこようかなと思うんで見終わったらねまた動画回したいと思います。
はい、ということで今帰ってきたんですけど、正直いいものありませんでした。なかったっすね。本当にこれは買うな、マジで買うな、お前ら全員買うな、これを買うと損するで、だからマジで買うな、このコラボは絶対に買うな、マジでやめとけ。はい、ということでね、切り抜き用はね OK です。切り抜き用は OK。 まあね、僕もそんな性格悪くないですよ。今のは切り抜き用なんでね、皆さん、まあ、そういうところまで言っちゃうよということで、正直僕的にはねなかったっす。普通に僕的にはまあ買うまではいかなかったっすね。やっぱりね、もともとそのハンデがあったんで、その僕がねもともと買ってなかったブランドなんで、そういうハンデもあったりしたから、まあ僕は買わなくていいかなみたいな感じだったけど、まあみんなからしたらねわかんないんで、まあみんなもねぜひね、まあ、チェックしてみてほしいんですけど、まあ、唯一おすすめな、僕は買わないけどまあ持ってたらいいかもなっていうアイテムが一つあったんで、ちょっとそれをね家帰ってそれ紹介してね終わろうと思うんで、唯一これはまあいいなと思ったアイテムだけ紹介したいと思います。じゃあ家帰ります。みんな、あの俺が悪口みたいな感じなのはね切り抜き用だから、皆さん僕は性格いいですよ。はい、とりあえず帰ってきました。そうっすね。まあ、言った感想は、ぶっちゃけ在庫も結構残ってる感じで、そんな、なんか何？めっちゃ売り切れスピードやばそうとか、そういう感じでもなかったんで、これからなのかもしんないけどね。発売して、まだ2日目だから、発売したばっかっていうのもあると思うんだけど、まあ、ぶっちゃけそんなに盛り上がってる感じではなさそうだったと思う、客観的に見たら。そうっすね。アイテムはね、何点ぐらいあったんだろう？ 10 点ぐらいあったのかな？確か。で、その中で、まあ、全部見てきたんだけど、普段僕、自由のアイテム見てないから、何度も言えないんだけど、なんか感じたことは、その2つのブランドのことを何も知らない俺からして、ちょっと予想ついたのは、なんかビューティフルピープルの方に寄ってるのかなっていう、アイテムの雰囲気はそういう感じはちょっとした。なんかチェック柄のジャケットとかあったから、まあそっちなのかなとは思ったね。さっきも言った通り1点、まあ強いてじゃあ1点買ってくださいって言われるならこれを買うなっていうものがあったんで、ちょっとそれを紹介するんですけど、こちらです。このトラックジャケットかな、このコラボのラインナップを知ってる方は多分予想ついてた可能性もあると思うんだけど、これはなんか僕はね移動着とかがそういうのあるじゃないですか、移動着とかでも使えそうだし、なんか僕ジム行ってるじゃないですか、なんかジムにもこれでいけそうだなって思った。まあでも裏ボアって書いてあるから多分暑いと思うから使えないと思うんだけど、なんかこのセットアップで移動着みたいな感じで使えるかなと思ったから、まあ強いて1点買ってくださいって言われたらこのセットアップを買うかなって思いますね。でこれお値段が3990円で、パンツも3990円だからセットアップで、まあ、約4000円だとしたら、まあ8000円でセットアップ買えるんで、まあ、全然安いかなと思うんですけど、そうそう、そんな感じで。でなんかカラー展開もグレーとブラックがあって、僕だったらグレーを選びますね。このちょっと水色とかが入ってる感じも可愛いなと思うし、まあそんな感じかな。これボアって書いてあるからね、これからの季節も使えそうだし、まあこれねセットアップじゃなくても単品でもね使えそうだからね、いろんなパンツと合わせれそうなんで、まあ、トラックジャケットとして使えるって感じだよね本当に。まあそんな感じ、まあ強いて言うならこれかなって感じかな。そのアイテムが悪いってことじゃなくて、僕的になんで、これは本当に勘違いじゃないのかもしれないですけど、まあそういう感じかな。まあこれとかまあ普通に可愛いからね、色合いとかね。これもお店にあったんだけど、そう、これが一番なんか目にパッて入ってきたって感じ。まあ皆さんね、もしまあ買ってる人とかもういましたら、まあ、何買ったかもね、コメント欄にね、書いてほしいなと思うんですけど。で、パンツがこんな感じで、まあ結構ワイド目だよね。で、なんかアディダスのトラックパンツみたいに、下がボタンになってて開けるような感じになってるんで、まあ、こういうとこもまあちょっとなんか気使われてるんだなと。僕はビューティフルピープルのブランドの相場の値段とかどういうアイテムなのかもう全然わかんないんで、この値段がいいのか悪いのかもわからないんですけど、まあ別に値段だけ見たら安いかなっていう感じで、アイテム的にもなんか結構その独特というかさ、カラーが入ってるんでビューティフルピープル寄りなのかなって思っただけなんだけど、そうそう、まあそんな感じかな。まあぜひね、僕は強いてならこのセットアップがいいなと思ったんで、まあまあまあこれ見てねいいなと思ったらぜひね買ってみてください。オンラインの方は L と XL は売り切れてるんで、だから思ったより急いだ方がいい可能性もあるんで、急いでね買いたい人は買ってみてください。ということでね、じゃあまあこんな感じですよ。はい、まあということでね、まあこんな感じなんですけど、まあね今回は僕がねコメントでね、その GU とビューティフルピープルのコラボのアイテム何買いますかってまあ聞かれたんで、まあ僕普段ねその GU も買わないし、ビューティフルピープルもブランドは聞いたことあるんですけど買ってないから、そもそも買うつもりはなかったんですけど、まあせっかくなら行ってみようということで、まあアイテム見てきたんですけど結局買わなかったですね。まあそんな感じですよ。どうなんだろうね、まあ僕なりの意見なんだけど、発売されたばっかだからこのコラボをね待ってる人とか、その期待してる人とか、買おうと思った人とかも多分いると思うんで、これがね参考になる情報になってくれたらなとも思うんで、まあそういう面でもね、まあ買わなくても買ってもねどっちでもいいかなと思ったんで、これをね企画にしたんですけど、だからまあ強いてならさっき見せたトラックジャケットが僕的にはおすすめなのかなって思います。まあそんな感じで皆さんね、もしねこんな感じでこのブランドのアイテムちょっと見に行ってくださいとか、このお店見に行ってみてくださいとか、そういう感じのねなんかリクエストとかもくれたらね面白いなとも思うんで、ぜひねなんかしらねリクエストとかよろしくお願いします。はい、まあそんな感じでね、まあ今回は GU と Beautiful People のねコラボのアイテムをね僕が見に行って、
感想を言った動画でね、まあね、そのアイテムをね見に行く一日ということで、僕の今日のコーデとかもね、まあいろいろ見せれたと思うんで、そういうところも映してきたからね、僕的にはまあいいかなって思うんでね、僕のコーデに対するコメントとか、いろんなコメントもねお待ちしておりますということで、あとみんなね、なんか買った人いましたらぜひね、これ買いましたっていうコメントとかもお待ちしてるんでね、コメントお願いしますということで、今度がね終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録ぜひお願いします。インスタ、TikTok、Twitter のチャンネル登録お願いします。それではね、バイバイ。